アニエス・ド・ブルゴーニュ、または、アニエス・ド・マコンは、運動アフ・ホッケに流れを持つイタリア王アダルベルト2世の王子・ブルゴーニュ公権マコン博、夫・ギオームと妻・エルマントル・ド・ドルシーの間に生まれた、三女である。2016年頃、アキテーヌ公・ギオーム5世と結婚した三人目の妻、以下三人の子供がいた。ピエール・アキテーヌ公、ギー・ジョ・フロワ・ピエールとは、 双子の兄弟アニエスダキテーヌ1043年に、新生ローマ皇帝ハインリヒ3世と、結婚戦三3 0年1月31日、夫のギオーム5世が、前妻二人の間に生まれた、ケイシ人と最後の妻となった、アニエス本人と彼女が生んだ、幼い三児を残して奉御した。暴婦にはすでに諸婚の妻との間に、長男ギオーム6世、二人目の妻との間に、 次男ウードがおり、この時、アニエスの子たちには、アキテーヌ公領の相続権がなかったため、彼女が自分の立場を守り、子供たちの将来を確保するための唯一の方法は、他の貴族との再婚であった。そのため、当時有力であったアンジュー博古ク三世、ネラの子、ジョフロワ二世、マルテル以外に相手を考えられず、1032年1月1日に結婚した。 息子のピエールとギーは、ケイフジョフロア2世が、ポワティー博領を狙っていることに気づいており、1033年から、アニエスの下に集結する何人かの領主の協力で、ジョフロア2世の軍隊がポワティエに侵入した。王フ・ギオーム5世の長男、アキテーヌのギオーム6世は、アキテーヌ行為を継承したが、1033年9月に、ジョフロア2世とのモントクの戦いで捕虜になった。 その後に、ギオーム六世は1036年末に高額な、身代金の支払いを代償に解放され、子を残すことなく1038年に死去した。ポワティエ白領は、ギオーム六世死後、今度は、ギオーム五世が二番目の妻に産ませた次男の、ガスコーニュ公、ウードド・ポワティエが、統治者となる。ジョフローは二世とアニエスの軍隊との最初の戦いで、敗北した、ウード率いる軍隊は、 その後、キロで方向を反転しモーゼ城の衛兵に立ち向かい、その包囲中に、ウードは戦死した。ウードの死後、ポアティー・ハクリョウは、アニエスの長子ピエールが、統治者となる。ピエールは、父の名を継ぎ、ギオーム7世となるが、まだ統治者にするには若すぎたため、1039年から1044年まで、再婚した夫の手は借りず、実質的にはアニエスが一人で、 息子の代わりに領地を治めていたようである。彼女がギオーム七世に領主としての実権を譲る際、アニエスの二人目の息子ギー・ジョー・フロアは、ガスコー・ニュコの相続人である娘と結婚し、兄の在位中に、ガスコー・ニュコとなる。その後、アニエスは、夫のアンジューへの統治に加わり、確実に何らかの影響を与えた。ブルゴーニュ・ハクリョ1045年のクリスマス、アニエスは、 夫と共に、1043年より、神聖ローマ帝国のハインリヒ三世皇帝と結婚した娘、アグネスのいる宮廷に滞在していた。アニエスとジョフロは二世は、ストーリーの教会会議に参加し、それ以降、教皇クレメンス二世の大官とハインリヒ三世と、ヒアグネスを皇帝と皇后として大官させるため、娘夫婦のイタリア遠征に同行した。アニエスが娘に奉献した。 最初の場であった。サントのノートルダム寺院を設立したとき、モンテガラの絵の巡礼の後に、アニエス夫婦は1047年からポワチエに帰った。1047年から1049年の間に、アニエスは、ポワティエに、聖ニコラス修道院を設立した。1049から1052の間にアニエスは、夫ジョフロアと離婚している。 その理由は様々推察されるが、確かな理由は、子ができなかったことであるとされる。また1049年、ランス教会議会で、アニエスとジョフロワの結婚を禁親結婚であると、非難し、この婚姻が無効であると判断した。それに加え、ジョフロワは神聖ローマと同盟を結び戦争で家臣を奪われることを懸念し、少しの自由も認めない、フランス王に反逆して、 戦うことになった。そして、アニエスの影響による神聖ローマの支援を懸念した、フランス王が、王家の家臣上フロアに神聖ローマの息がかかった妻と離婚するように化したことは、非常に可能性が高い。確かに、アニエスは夫に影響を与えるほか、故郷ブルゴーニュとの強いつながりがあった。そのため、アニエスが皇帝ジョフロアの信仰を推進していたのが、 理由とも考えられる。とにかく、アニエスは、息子ギオーム7世と共に、ポワチエの白帝に帰った際、多くのことに離婚が起因して、アンジューとポワチエの間で急速に戦争が始まり、1053年に、ジョフロア鉄ッツが勝利したとみられる。アニエスの政治的権力が離婚後に衰退することは、なかったが、アニエス自身の財を利益のために惜しみなく費やすこともできなかった。 1058年、息子ギオーム7世は、かつての義理の父、アンジュー博ジョフロワ2世と戦った。おそらく、ジョフロワは最後に結婚した妻アデラ・イード・トトニスに、アニエスが自分と結婚した際に持参した、家父財産を与えたのが理由とされる。1058年にギオーム7世が病死したため、戦いは、アンジュー博の勝利に終わろうとしていた。ギオーム7世病没後、 弟のギー・ジョフロアが亡き兄の名とポワティエ・ハクを後継し、ギヨーム8世となったが、ギヨーム少年は、アンジュハクと和解することを選択し、自分にとって唯一父親と呼べる人物である、ジョフロア2世に寄り添った。しかし、それは、ジョフロア2世の存命中に限った話であり、彼の死後、アンジュハクの相続人、ジョフロア3世、ルバルビューを躊躇なく攻撃し、 ついに1062年からサントンジュの支配を取り戻した。アニエスは、当地から引退した後も、年老いても存命中は、非常に活発に過ごし、寄付に参加するために、ポアティエ中を旅行し、ポアティエ白邸を訪問し遠慮なく、息子と面会した。アニエスは1068年11月10日死去し、ポアティエのサンニコラ修道院の墓に埋葬されている。ありがとうございます。